すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、いやもう帰ってきてから初ですね。いつもお世話になっているこの男、エンタの神様みたいな感じで呼び込んでくれたけれども、はい、いや本当お久しぶりです。はい、お久しぶりでした。いや、はい、見てましたよ。あ、マジですか。はい、サブチャンネルの方で。サブチャンかい。というわけでいろんな意味でガチな竹中さんと一緒に伺うお店こちらです。ドン。東京メトロ丸の内線新宿御苑駅から徒歩 2,3 分くらいのところにあります2丁目つけ麺ガチさんにお邪魔してます。まあ何でも唐揚げが乗ったつけ麺、まあ、なんか照り焼き味のつけ麺とか唐揚げとか結構珍しいですけど、まあしっかりストレートな直球のつけ麺も出しているお店ってことで、はい、早速行きましょう。レッツゴー。さあ2丁目つけ麺ガチさん、英語多めの食券さんです。今回は濃厚照り焼き醤油デラックスをチョイス。デラックスだとフライドチキンやごぼ天味玉がついてきます。竹永さんと楽しく過ごしながら待ってるぞ。こちらが2丁目つけ麺ガチさんの濃厚照り焼き醤油デラックスです。うおい、麺の上に鎮座する巨大な唐揚げ、つけ汁からもすでに若干照り焼きの匂いはしますよ。それでは一緒にいただきます。ではまず麺を単体ですすってみると、といもちもち食感、そして若干上に乗っている唐揚げの味がついてます。ってことでもちろんすするはガチ勢なのでつけ汁に絡めて、はい、すする。くもー、かなりジャンクな濃いめの味付け。照り焼き初心者のすするに照り焼きを語ることはできませんが、こりゃ言えます、言えます。ではお次に右側のお箸と同じくらいの長さのごぼ天、聞こえました？カリッという音。しっかりと下処理がされていて素敵な風味が漂います。さてそろそろ皆さんも気になっていたであろうフライドチキン、クリスマスに食べられなかった悲しみを払拭しましょう。ブッホイ。こちらも衣はカリカリ、そして中はもちろんジューシーで、クリスマスに食べられなかった悲しみを払拭できました。さあここでまた麺すすってごぼ天食らって竹永さんにお裾分けして感想をお願いします。なんかさ、甘辛醤油というか、醤油のコクが深いみたいな感じで、ナイスな感想ありがとうございます。ではすするも負けじとフライドチキンをつけ汁に絡めて食らう。照り焼きプラスフライドチキンのコラボはキングオブジャンクといっても過言ではないと思います。さあラストはレモンを絞ってさっぱりといこうってことで、酸味が爽やかでとってもすすりやすく、ガンガンいこうぜで完食です。本日も大変すれました。ジャンクなつけ麺をすすりたいって方はぜひ行ってみてください。それではごすすり。はい、ごちそうさまでした。いやー、2丁目つけ麺ガチさんに行ってきたんですけれども、唐揚げとかごぼうとか乗ってはいますけど、基本はしっかりずれてないつけ麺だなと思いました。麺にあの上の唐揚げの味が少しついてて、あれ僕は結構好きでした。照り焼きのつけだれは、あれを照り焼きっていうのかは僕は分かんないですけど、結構濃いめのつけだれなのでハマる人にはハマるかなと思いました。竹永さんは鶏塩、はい、いや濃厚で、ね、本当に、ね、鶏白湯スープがそのままつけ麺になったみたいなですね。そういった印象でした、ね、うん、美味しかったですね。美味しかったですね。いやいや、どうしました。それではすするの公式キャッチフレーズ、2丁目つけ麺ガチさん、ガチンコや。はい、それでは恒例の健やかチャタイムいっちゃいましょう。乾杯。乾杯。クロスカウンター。この後すすると、終わり。終われるか。おい。